はい、山田店長のどうでもいい話です。ということで、今日ももう本当見なくてもいいんですけど鼻水出た。3分アドリブでいきます。本当どうでもいいです。スタート。ですね、今日のテーマこれです。坊主について質問をいただきました。これはブログの方で、山田店長の坊主についてちょっと聞かれたんですね。どうなんやってやってるのって。まずなんで坊主したかっていうと、前もちょっと話したんですけど、マラソンで目標タイムに行かなかったんで逆モヒカンしたんですね。仲間と約束したんで、でこんな風に逆モヒカンして、まあ、見事坊主になったんですね。仲間もみんな坊主になりました。でみんな伸ばしていったんですけども、僕だけ坊主すっごい気に入って結局いまだに坊主、もう4月からずっと坊主なんですね。でどないやって坊主やってるのって、美容院行くのもったいないんで、バリカンアマゾンでゲットしました。これ実は3代目なんですね。3代目。でもう分かりました。坊主の、バリカン絶対見とかなくちゃいけない点は3代目で分かったんですけども、水洗いができるってことですね絶対これ必須と。細かい設定できるんですね。こいつ1ミリ単位で、45ミリまでね、カチカチカチ見えるかな、カチ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 って回して、ここでダイヤルで回してできるんですよ。だからまず山田店長いつも4ミリで全体をバーっていきます。4ミリで全体を、で3ミリにして横をバーって刈ります。横手と後ろとバーって、で最後に1ミリにしてちょっとこう襟足とこう生え際をですね、パパパパパッと整えたらすぐ終わります。10分ぐらいかな、10分もかかんないから慣れたんで、あとまあ剃り残しがないようにですね、剃り残しか刈り残しか、すっごい楽です。で利点は散髪代がかからないすぐ乾く楽、朝起きた時に楽。悪い点は怖いとかね、そんな感じです。見た目が怖いとかですね、あとスーツ着たら似合わんとかね、そんな感じで、坊主でかっこいいなと思って、ちょっと駆け足、こうベッカムとかですね、プリズンブレイクってドラマの主人公の人とか、まっちゃんとか海老蔵さん、あ、それと坊主の利点のもう一つに、こんな風にですね、カツラが楽しめるということで、坊主ライフまだ当分ちょっと続くかなと。すっごいいいですよ。ただ冬ちょっと寒いかな、でもすっごい坊主が気に入ってる、山田店長でした。すっげーグダグダですいませんちょうど終わりましたということで、今日の決め台詞、一日一生、本日も絶好調でいったろうと思います。ってことで皆さん、いつも本当ありがとうございます。つまんない動画で申し訳ないです。バリカン買ってください。